こんばんは。7月5日午後7時になりました。第558回のしゃべくり松の時間です。今日の松なんですけども、朝からね、雨が降ったりやんだりで、まあ基本的にはちょうど良かったですかね。暑くなく寒くなく、過ごしやすかったですね。いやー、御嶽海ですけどね。いや、昨日負けてどうなること思ったんですけども、今日は勝ちましたね。すんなりじゃなくてちょっと苦戦したんですかね。一勝一敗で、まあ、もうちょっとね、頑張っていただきたいというところなんですけども、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、松代の駅前、旧松代駅前の、おむすび会員をね、開設されました代表の、庄司エリナさんにおいでいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日お忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ところで、今ね、申し訳ないんですが、駅前に、すぐ駅前ですかね。そうですね、本当にすぐそばでございます。ここが駅だったんですかね。はい、で、もう本当によくよく前、そうですね、もう本当に数十秒で着くようなところでございます。あれ、松代タクシー前だ。あ、そうですね、ここが松代タクシー停留所に、はい、なっております。あ、そうですか。はい、で、これが全県。はい。駅はここだね。そうですね、駅がそちらでございます。はい、で、これがまあ入り口ですね。はい、ここが入り口かな。そうですね、入り口でございます。で、ここね、まあ、松代の旧松代駅の前に開設されたんですけど、どう、目的は何ですか。目的は、おむすびカフェの名前にも由来があるんですけども、おむすび、結ぶっていう意味で、人と人を結んだり、地域を結んだりという意味でおむすび、あとカフェは、まあ、お茶を出したり、その憩いの場も含めてみんなが集える場所だったり、みんなが、安らげる場所だったり、地域のコミュニケーションが取れる場所という意味ですね。はい、かけてるんだね。はい、おむすびと、おむすびと、結ぶと、はい、かけております。あ、いいね。はい、わかりました。まずね、居場所、素晴らしいその居場所を作ると、はい、うん、何、じゃあうちにいる、茶の間にいるような雰囲気を作りたいと。そうですね、本当に自宅にいるような形でゆっくりと過ごしていただけるような雰囲気でございます。で、茶の間にいるような背もたれにかかれて余裕かかって、ちょっと一杯やってるようなね、はい、そんなイメージだったね。居心地のいい形ですね。はい、そんな感じです。わかりました。そういうようなところを解説されるんですけども、今日はどのようなお話をいただくんですか。そうですね、おむすびカフェと同じ、同じ会社で、ポカポカの家、松代にあるポカポカの家のデイサービスと会社が同じなんですけども、ああ、あの方ね、前こちら出て出演してもらったことありますか。そうですね、はい、あ、その方だっけ。はい、おむすびカフェもちょっとコロナがあってちょっと伸びたりして今に至ってはいるんですけども、ポカポカの家も今10周年になって、でサービスだけではなく、ちょっとシニアの方の居場所だったり、子どもの居場所を作りたい、地域のつながりを持ちたいという思いがあって、おむすびカフェを作りました。はい、それでまあいろんなお話をいただけるんですね。はい、はい、そうですね。あと具体的にはどんな話をいただけるんですか。今おむすびカフェではその俵結びだったり、ちょっと沖縄物産だったりとか、あと子どもの居場所作りとか、各宅配サービスを含めておむすびカフェでは活動しております。いろいろ企画してるんだね。そうですね、素晴らしいですね。はい、はい、で、まず今その一つ目の俵結びって言うんですか。はい、そうですね、俵というもの、はい、福田原、はい、福田原、はい、の俵っていう意味なんですけども、うん、俵、富の象徴とか幸福の象徴、あと、そうですね、そうでございます。はい、七福神に乗る宝船にも俵が乗っていますので、そういう意味でこの形にさせていただきました。これもそう、これは
あ、そちらも一緒ですね。はい。あ、さっきは3つで。3つで。あ、これは5つと。こっち5つと。はい。あと、これも。これはちょっとお惣菜が入ってるセットでございます。はい。なるほど。これ、写真だけ？いや、今日実物を、はい、実際に持ってまいりました。あ、本物。はい、こんな形で。写真は食べられないんだけども、はい、それは食べられるの？そうですね、こんな形で食べられるって質して当たり前じゃねえか、はい、今5種類ですね。お塩おむすびと、あと生姜の味噌漬け、そぼろのレモン味、あとゆかりと、あとひじきと梅のおむすびが、はい、本日ご用意いたしました。それ1個食べてもいいかよ、はい、俺単純なんでさ、そのシンプルなのがいい。シンプルの、じゃあ塩おむすびで。塩おむすび、はい、お願いします。おいいね、はい。今仕事から帰ってね、もうお腹空いてるからね、ちょっとこれ塩おむすびって書いてあるね、ちょっと、はい、すいません、ちょっと一つねいただいて、これね、ちょっとちょっと食べてみますよ。すいません、何食べるんだ、一口でもんもん喋れなくなっちゃう。うん、うまっ、ごめん、うまっ、これ食べててよく喋れないけどね。お酒いきますか。ごめん、お酒、お酒、はい、あの、このね、香りがね、うーんとね、まずね、こう、開いた時にね、海苔の風味、香り、うーんときて、ね、素晴らしいしね、あとこれ、米粒大きくない？そうですね、あの、ね、木島大奈さんのお米を使わせていただいております。あのね、なんて表現していいかね、あの、大きい、米粒が大きくてね、歯ごたえはあるんだけどね、その、硬いって意味じゃなくてね、この食感がすごくいい。よくもちもちした形で、うん、そうそうそう、はい、あ、そうそう、そういうこと言いたかったんだよな。ちょっとね、食レポできねえからね、はい、あの食レポでね、ダメなのかな、美味しかったって言っちゃあまり食レポにならないよって言われるんだけど、ほんと美味しい。そうですね、で、はい、美味しいのはね、美味しい、ほんと美味しい、うまい、はい、ありがとうございます。あとね、ちょっといただきます、はい、これ食べたら。そうですね、あのおむすびに合うようにちょっと水加減とかも調整、なるほど、はい、考えております。どれでも美味しい、はい、でね、こうすごくいい食感がね、素晴らしい、口の中にこうゴーッと回ってきてね、ありがとう、素晴らしいですよ。はい、お願いします、はい、で、これ、まあ、あの今いただいてすごく美味しかったんですけど、はい、どうして福田原ってつけたんですか。そうですね、ちょっと福、ちょっとネットでいろいろ私たちも名前を調べるにあたって、福田原っていうふうに調べたところ、うん、昔福田原という芸人さんが、うん、各家を回って、うん、その年に取れたお米を豊作だった場合、富だったり幸福が来るようにと歌いながら回った方の芸人が福田原というふうに名前があるようなので、そういう富を幸福っていうのも含めてこの形と名前を付けさせていただきました。で、これを食べてお腹と心が満たされるようなおむすびになっていただきたいなと思います。ね、満たされる。これね、ひぶちゃったからね、これね、全部見たからね、すごく心もね、お腹も満たされちゃう。素晴らしい。はい、ありがとうございます。いいわ。はい。はい、ということで、これはこれが代表的なものですか。そうですね。はい、おむすびカフェの代表的なものでございます。あと何かあるんですか。そうですね、おにぎらずという形で、ご飯はご飯なんですけども、ちょっとまた形が変わって、こんな形でちょっと和風なサンドイッチみたいな形で。そうだ、これサンドイッチじゃん。はい。っていうものも、今考えております。これご飯だね。その白いところがご飯ですね。 あとちょっとハムみたいなスパムとレタスと卵が入っております。和風サンドイッチだな。はい、そんな形です。はい、美味しそうだな。はい、さっき2つ目 の、 その沖縄物産って、はい、そうですね、今コロナでやっぱり外に出れないということもあるので、うん、沖縄物産をちょっといろいろ揃えて見ていただいて、ちょっと旅行気分ちょっとワクワクしたりとか、ちょっと選ぶ楽しさとかを味わっていただけたらなというふうには思っています。はい、沖縄に行かれねえから沖縄に行った気分だ。はい、行った気分で、はい、その他にもいろいろ計画ですね。そうですね、実際に社長の旦那さんのおばあちゃん家が沖縄にあるので、そのおばあちゃんから、実際にサーターアンダギーの作り方を教わったり、おばあちゃんが使ってる小麦粉をね、取り寄せて作っております。これ？そうです。
これあられみたいじゃん。のちょっと10倍ぐらいな実際は大きさなんですけども、うん、サーターっていうのが飛躍、うん、でアンタギーが揚げるっていう沖縄の意味があるドーナツでも、ドーナツみたいですね。はい。あ、そうだ。あられはあれお餅だもんね。これはお餅だよ。お餅、小麦粉ですね。ああ、はい、と卵とかで作ってあります。なるほど。はい、これもなんか美味しそうだね。そうですね。ちょっと周りはサクサクで中はもう、はい、そうなんドーナツみたいな形です。よくあるね、はい、周りサクサク中もちっとしてるとね、はい、なるほど。そうすると食感がいいんだね。そうですね、はい、うん、はい、わかりました。あとは子供の居場所作り。そうですね、子供の居場所作りで今実際にやってることは月に1回の習字教室と週に1回の英語教室、週に1回のあと合気道教室を実際に今やっております。いろいろやってるんだね。そうですね、あの今コロナの中ですけども、その中でもちょっとできることから今始めてやっております。やっぱりじゃあ今もう少しずつやってるわけだ。少しずつですね、子どもの方は少しずつ、はい、まあ、人数はちょっとそんなに多くはないので3人から5人あたりで習字教室も午前中と午後に分けたりして工夫してやっております。長野県もね、だんだんにこう感染者少なくなってね、昨日超過感染者ゼロで、ね、今長野市もずっとねゼロで、だんだんね、いい世界になってきますね。そうですね、そうなったらありがたいなと思っております。はい、わかりました。あと各種の宅配サービスですか。そうですね、はい、それは先ほどのおむすびですね、福田原のおむすびとプラスアルファお届け行った時にその自宅で困っていること、本当に誰かを呼ぶことではないんですけども、ちょっと自分では届かない高いところの電球とか蛍光灯を変えてほしいだったりとか、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんを呼ぶことでもないんだけど、ちょっと子どもの手の足りないところに手伝ってほしいママとかのちょっとしたお困りごとを一緒にお届けと一緒にできるサービスでございます。ああ、よくいわゆるその何て言うんだよ、何でも屋とか、お困りごと相談所とか、そこら辺こう合体してやってるようなもんだな。そうですね、おむすびと外が一緒になったサービスでございます。そうか、はい、いいの勝ちだね。もうなんかそういうところに、はい、お客様がいたらいいなというふうに思っております。もう困ったらもうすぐにこちらにかければいいんだ。そうですね、おむすびカフェの方に電話していただけたらありがたいなというふうに思っております。いろいろ困ったらね、はい、あのスタッフはもう何でもやっちゃうの。なるほど。例えば子守がいいねとか、まあそれも社協とまあ相反するところあるんだけども、例えばあの草取りができねえから草取り来てくれとか、まあそれはダメだな。そうです、そこまでそういうのではちょっとないんですけど、本当に生活のベースのところですかね、はい、ちょっとここ一緒に片付けてほしいとか、そういう形で、あと一応20分っていうくくりがあります。なるほど、はい、20分のできる範囲でやらさせていただいております。あ、やっぱり、この集うっていうところから始まってるんだな。そうですね、今やっぱり来てくださいができない分、ちょっと行って何かできたらなっていうふうに思って宅配を始めました。いやね、今ね突然に思い出したんだけどさ、はい、我々まだ若い頃、今も若いんだけどさ、うん、もっと40年かそこら若い頃にね、あの思い出しましたよ。今このね、大隅カフェのところがね、昔ラーメン屋さんだったんだよ。あ、ね、昔ねラーメン屋さんで、はい、あのそこのご主人がね、この人を集まってもらってね、こう わきあげるとね、するのがね好きな方でね、はい、私もよく行きましたよ、遊びに。本当です。私もちょっといろんなお客さんにそういうお話を聞いたりしていて、やっぱり昔からの場所って人が集まるような場所、建物だったんだなっていうふうに、まあ、その話を聞いて今思っております。それが今にも引きずってるんだな。そうですね、それが、はい、できたらいいなと思っております。ラーメンやったの。ラーメンはあの沖縄とかのそういう麺類でしたら今後やっていきたいなっていうふうに思っておりますが、はい、ラーメンはいいね昔のご主人ね、こういう意思を引き継いでね、そうですね、早期そばだったりとか、なんかできたらいいふうに思っております。やっぱりこの人がね、はい、集まるというのはいいもんね。そうですね、ちょっと心温まる場所にしたいです。はい、分かりました。はい、あとあのなんか写真も趣味で撮っているんだって。
そうですね、松代に来始めてちょっとまだ半年なんですけども、ちょっと松代城の周りの桜を今撮ったりと、4月の頃は撮っていたりとか、今は緑にね、いっぱいあの木が緑緑してきたので、そういう写真をたまに撮っております。またいい写真見せてください。わかりました、お願いします。ということで、ね、面白い話したら、まあ、時間もなくなってしまったんですけども、最後にね、はい、松代、そしてあのテレビのご覧の皆様に一言だけで結構なんですけども、はい、そうですね、松代のあの場所を知っている方はいらっしゃるかと思うんですけども、足を止めたことがない方が結構いらっしゃると思いますので、気軽にこんにちはという形で入っていただいて、おむすびカフェ の雰囲気を知っていただけたら、こんなことをやっているって知っていただけたらありがたいと思っております。やっぱりそうだね。そうですね、素晴らしいね、はい、はい、今日は、ね、本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。いや、皆さん、はい、やっぱり今ね、お話したんですけども、やはり昔からのね、うん、昔に、今思い出した、荻上屋さんって言ったんだね、昔、うん、ラーメン屋さんでね、我々よく行きましたよ、思い出しましたね、これ、懐かしくなってね、なんかこう、うるうるするやつだって、ああ、懐かしい、そう、そう、よそ、いや、昔ね、あそこでね、まあ、本当にみんなで潰したよ、それがまたね、ラーメンもそうだったけどね、夏はね、かき氷、あ、そうです、そうだ、これ、かき氷、そうだ。旗をこうなびかせてね、やってそのままね、あそこもまた気づいて、そんなのいいね、うん、そうそうそう、ちょっといい場所が、うん、そうそう、いい場所ね、いいと思います。はい、さてさて、はい、さてさて、皆さん、お知らせは、うん、ね、17日、この17日の日にね、はい、今回だけ特別拝観っていうのでね、うん、塩取神社、ね、お特別拝観とね、海前寺のね、共同の見学会っていうのをしてやります。白鳥神社の神社の中見せてくれ、うん、そうそうそう、神社のね、中の拝殿までね、見てっていう形になります。で、その時にね、あれですね、御朱印紙を差し上げる。ただその中で、今回だけね、特別参拝記念というのと、あとはね、なんだっけな、馬のね、そういった観光、それも一緒に両方ね、合わせてやつをね、人名っていう人名はそれをね、あれも見せていただいて、うん、でそういうのを差し上げるいう形で企画します。特別にっていう、宮司さんしか入ったこと できねえよ、だからね、その上は宮司さんが入る、でそこまでその一歩手前、あ、そかそかそか、だってそんなのに行ってるまずいじゃないですか、いやいやいや、だからびっくりしたね、あそこは宮司さんしか行かれないの、そうですね、そこまで行かないの。でそういう形でね、17日の日はね、やりますので、ね、ぜひ参加いただきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、来週ですね、うん、はい、来週はね、そうか、あれちょっと見てみたいと思うんですけど、災害があったじゃないですかね、それで、いろんなそのボランティア活動をやってらした方ね、まあ、代表の東条さん、それから副代表の青木さん、まあ、茶葉とか松代っていうのでね、結構動いてたりしてたですよ。でその人たちがね、冊子を作ったっていうので、その冊子のね、作ったその制作の秘話っていうかやるんです。この間ね、新聞で、そう出てます、うん、そういう形でね、ちょっとまあ新聞とは違う取り口でやりたいなというふうに思いますね。はい、制作費用ね、はい、ご苦労されたんでしょうね。だと思います。自分たちもね、東条さんのところが自分たちもね、被災されてる。あ、それでその隣にね、ちょうど公民館があるんですけど、公民館も、床下、入って、うん、でそこのところで炊き出しやったりとかね、やったりね、してました。はい、だからそういったところで、ね、皆さんも被災されながらボランティア活動をやって
ってるとかね、まあ、そういう形でいろんな写真をこうまたまとめてねやってらっしゃるので、そういった時どういう形でね覚えたのかっていうのもね、お聞きしたいなというふうに思ってます。はい、もう ご自分もね被災されてそういうことを活動するの大変だね、うん、大変だと思います。はい、はいはい、その話も来週は伺えればですね。はい、はい、それでは来週のしゃべくり松郎どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。